ドクター吉田のメンタルサロン医学&音楽。さあ、皆さんこんにちは。ドクターの吉田孝之です。そしてバイオリニストの泉明子です。はい、これ何回目4回目か。はい、まあね、そろそろ、まあなんかね、呼吸もね、合ってきたしね、クオリティもそろそろアップしていくんじゃないのかな。はい、私ですね、この受験うつというね、まあ受験生特有の、まあ、うつ病の治療、それから、まあそういった方々に、まあ志望校に通っていただく、まあサポートを、まあ心療内科の医者としてやってるわけなんですけども、まあこの内容をご紹介しながら、また、ね、アーティスト泉さんのご活躍を、ね、ぜひね、皆さんに紹介していくという番組なんですね。と言いながら、あんまりこの本のことね、喋ってないんで、ちょっと今日は重点的におしゃべりしようかなと思ってるんですけど、泉さんね、うつ病というとどんな、なんか症状になるイメージあります？もう、すべてにおいて無気力。家から出たくなるとか、そういうイメージ。そうですよね。でね、確かにね、一般的なうつ病っていうのはそういう方が多いんですね。特にまあ、大人のうつ病っていうのはね、今ね、泉さんが言ってくれた通りね、なんかもう本当にもう記憶なくなるな、もうダメだ、もうダメだみたいな感じで、それからもうなんかね、家から外に出ることができない、それどころかね、寝床から、ベッドからもう起き上がれないなんていうね、人も多いんですけど、ただしね、受験生ってバカですよね。大学受験であったり、中学受験であったり、子どものうつ病っていうのはね、ずいぶん違う、なんていうかな、症状の方が大変多いんですね。でね、例えば、このね、優しい子がね、突然イライラして暴れ出す。怖いです、ね、怖い怖い、これね、そうそうそう、暴れ出して、結構ね、やっぱり症状重いお子さんの場合はね、お母さんとかお父さんに怪我させてしまってなんて、やっぱりここにいらっしゃる時に、松葉杖ついてね、お母さんがやってくるとか、なんかお父さんの肋骨がちょっと今折れていてねなんてね、そういうケースもある。で、そういうと皆さんね、なんかそのなんかすごいこう不良少年というかね、だというイメージを持たれるかもしれないけども、実態は全然違うんです。すごい優しい子で、何かそういうその、普段はそういう暴力的な行動とか全然しないんだけども、メンタル面が不安定になって暴れてしまう、でね、そういう人ってうつっぽくないと普通の方は思っちゃうんですよ。やっぱりね、ほら、大学受験、例えば17歳とかのね、男の子、女の子がなんかわーとか言ってなんか物投げたりね、したら、あ、この子はメンタル面で不安定になっているということはみんな思う。正常な状態ではない、問題のある状態だということは親御さんもみんなわかるんだけども、でもそれをうつだとは全く思わない。むしろうつの正反対の状態になっているというふうに思っているという方が多いんですね。だけど、実はね、その10代とかね、その要するに未成年のうつ病には、実はそういうケースっていうのは大変多いんですよ。なんでかというとね、まあ、大人のうつの場合、例えば40代の男性がうつになっちゃった場合は、脳のエネルギー自体がね、枯渇をしてしまうんで、だから、ああ、もうダメ、もうダメだ、もうダメ、みたいな感じになる。ところがね、若い人、まあね、泉さんぐらいの年代だとまだね、脳のエネルギーは、十分にある。だけどそれを上手に調節ができなくなるんで、だから暴れ出す。なんか知らないけど焦燥感がなんか自分の中で湧き起こってて、それをコントロールできなくなって、それでなんか暴れる、なんだろうな、その暴れようと思って暴れているんじゃなくて、なんかこう、なんともう暴れないとやっていられないみたいなね、はい、なんかそんな感じになってる人が、まあ、すごく多いんですね。でね、これはね、実はね、音楽家の人にも、まあ、そういう風になる、ことが一般の方よりは多いと言われていて、実際うちのクリニックでもね、やっぱりそういうね、
音大の受験生もいまして、そうなんですか。はいはいはい。でやっぱりね、ほら前ね泉さんが話してくれたけども、やっぱりこれ感情の起伏が激しい方が多いよね。やっぱりこうなんていうのかな、最終的には感情でしょ、なんていうかな、感情が音楽に乗っていくんですよね。その元の感情が ないような人って多分音楽家はなんかそもそもなりたいとも思わないし、確かに だよね、はい、うんうんうん、だからやっぱりその激しい感情、うん、ほらやっぱりそのこれまでのね歴史上誕生したすごく有名な大音楽家っていう人がやっぱりなんていうかな、激しいっていうかな、感情、うんうん、的には、うん、だってモーツァルトだってなんていうのかな、すごく社会的に模範的な人では全くなかったよね。そうですね、うんうんうん、だけど音楽家としては天才だよね、うん、やっぱそういうね、ある意味で、メンタル面で不安定であることが、まあ、芸術にプラスになる部分というのはあるんですね、うんうん、だからこれがね難しいところで、まあ、モーツァルトはやっぱりもともとメンタル面で不安定な人なんだけども、ただ、まあ、彼を支える社会的な基盤、やっぱりそのなんかお父さんのね教育なんか良かったと思うんだけど、うん、やっぱそういう社会的な基盤もあった上で、まあ、ギリギリの線で、大音楽家になれたと思うんですよ、うん、多分ね、もしモーツァルトのお父さんがあれほどこう一生懸命ね音楽家になるため その環境を整えることがなかったら単なる困った人で終わっちゃったのかなっていうふうに思うんですけどね、うん、そういう点ではね音楽家の人もなんていうかな、そのもともとメンタル面で不安定、いい意味で不安定になるというものを抱えながらそれをねコントロールしていくっていうのはすごく大事だと思うんだよね、うん、ぜひどう、心が不安定になると最近が、最近はあまりないですね、うん、けど、うん、やっぱり寝不足が続いたりするとなんかちょっとしたことでもイライラするから、あ睡眠って大事だなって思います。なるほどね、あ寝不足っていうのは例えば どういう時に寝不足になっちゃいます？なんでしょう、うん、練習してこう夜遅く寝て、うんうん、けど次の日もちょっと朝早くから用事があったりとか、うんうんうん、まあ起きざるを得ない状況の時とか、ね、なるほどね、はい、これねこの本にも書いてますけど、はい、ねまず一番大事なのはね、メンタル面の安定のために一番大事なのはね、朝起きる時間を一定にすることなんですね。毎朝だいたい何時ぐらいに起きることが多い？いや日によりますね。それこそ日によってね、全然バラバラです。よくないね、よくないね。これね人間っていうのは起きる少し前にコルチゾールというねホルモンが増えるんです。腎臓ってねちょうどこの辺にこう腎臓がね2個ついてて、その上に副腎というね内分泌の器官がペコペコとついてるんです、うん、でそこからね、コルチゾールというホルモンが出るんですけど、それがね朝起きる少し前にバーッと出るんです。でそれが出ることによって寝ている脳がね寝ている楽な状態から、起きて活動するというね、もうこれ大激変だよね脳にとって。一日に一番大変な瞬間でそこをサポートしてくれるんですね。ところが脳はいつ起きるかなんて分かんない、その副腎も分かんないよね、いつ起きるか。同じ時間に起きてると、ね、例えば毎朝、6時に起きていたら、そしたら5時ぐらいに、あもうすぐ起きるよねって言ってコルチゾールを出せばいいけど、出したところで、まあ、特に多いのはね土曜日曜その週末になったら朝寝坊とかしたら、うん、がっつりしてますがっつりしてますよね。これね朝寝坊をすると睡眠時間長くなるよね、はい、長くなって本来だとあよく寝たからすっごく頭も冴えてやる気もみなぎってっていうことになるはずなのに、実際はそうなんないことってない？昼過ぎとかに眠くなった、うん、でしょう、はい、これね世界中で実験が行われていて、でね、実はね、普段睡眠不足の人が、まあ週末に長い時間遅くまで寝ていたら、やっぱ起きた、ね、後っていうのはやっぱりこう睡眠がしっかりとれてるんで、まあまあその働くことはよく働くんです脳が。でもねそれは本当に短い時間だけで、すぐに
脳の、活動状態が低下してきてボケーっとしちゃうんですよ。でそれはなぜかというと今申し上げているコルチゾールというホルモンとそれから起きるというその脳の、変化ということがうまくシンクロしないことによる弊害が出てしまうということなんですね、だからね同じ時間に絶対ね起きた方がいいですね、でもね私ねそうね音大で声楽やってる人から聞いたんだけどもなんか声楽の試験の日は徹夜をするって言ってるんだけどそういう人います？聞いたことないです。なんかね起きてなんだ寝ちゃうと声の質が悪くなるんで、でなんかね試験の前はわざとなんか徹夜をしてそれで声を出すんだって言ってましたけどね。あ、言ってることはすごいわかる。なんか、うん、朝起きてすぐって声出ないじゃないですか、多分それが、はい、から声楽の試験が午前中ってことはあんまりないと思いますね。あ、なるほどね。あ、なるほどね。基本午後あ、それがもうだから声楽の先生も分かってるから、そういう性質の楽器なので、そういう気遣いっていうかそういう仕組みになってると思います。あ、そうか、はい、だから今私試験で言ったんだけど多分試験でじゃないんだな、多分なんかその人前で自分の声を披露するような機会がなんかあって、それで徹夜で起きていったって話だったかもしれない。いや結構聞いてる、びっくりしながらも私もやっぱりね NHK でアナウンサーやってる時に新人だとねそういう皆さんがね起きてるような時間をね出してもらえない、だから例えば日曜の午前4時とかね起きなさそうそうそう多分見てないから、まあ吉田どんどん閉じるけどまあ日曜の午前4時ならいいやみたいな感じで、これはでも新人で結構まあそういうところから始めるんだけどね、だけどその場合は泊まり勤務になってでね寝ていいことになってるんだけどね、寝てねそれでその例えばね4時とかに起きてで声出そうと思ったらもう全然出なくてね、でもうそれ以来新人の時も本当は良くないなと思いながらも、というかもう、いいやと、ちなみにそういう場合に、早朝勤務した場合っていうのはもうお昼でもう家に帰れるんでね、だからもう、だから寝ればいいやっていうことで、はい、だから声を出すために、徹夜したりはしてましたけどね。ただそうするとそのね一日のリズムが壊れてしまうのでもうボケボケねボケボケで、だから、その後昼に寝てっていうともうリズムが壊れちゃってなんか3日間ぐらいねなんかボケっていう感じになるんで、だからやっぱりその声だけのことを考えたらそれをね朝に声を出す仕事をしてる人っていうのは、ある意味しょうがないなと思うんだけどね、そうじゃなければピタッとね起きる時間は一定に しておく方が、絶対得ですよね。それと今声楽家はそうだけど演奏だけしている人も私はおそらく朝起きた直後よりもなんていうかなその遅い時間帯の方が脳機能的には有利なのかなと思うんだけど、 それはあります？あります、やっぱり午前とかに引くより、お昼過ぎとか、夕方とかの方が全然いいですし、やっぱりね、やっぱり演奏会とかリサイタルも、午前から始まることないですね。ああ、なるほどね、はい、オーケストラでもそうだよね、聞いたことないよね、確かにね、大体終わるのが9時とかじゃないですか、だからそれに準じて夕方から始まったりとか、早くても昼過ぎ。そうだよね、テレビのね、歌番組とかも午前中の歌番組って聞いたことないね紅白歌合戦を、正月の朝8時から始めるとかありえないよね。そうですね、やっぱりね、これはね、脳機能的にもそうで、なんでかというとね、人間っていうのは朝起きた直後に一番ね、この前頭前野っていうこの理性の中枢が活発に働くんですよ。
で、だん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 昼から、夕方過ぎてくると、この理性の中枢の前頭前野の機能が低下してきて、で、逆にその大脳辺縁系っていうね、まあ、人間の本能であったり、まあ、こういう芸術でこう感動したり、まあ、原始的な感情のことを、医学的にはね、情動というんだけど、そのまさしく、まあ、芸術っていうのはその情動に訴えかける、あるいはその演奏する場合もその情動の中枢大脳辺縁系をフルにこうね、活動させる形で、演奏しないとこうなんていうかな、心の理性の中枢でやっちゃうとなんていうかな、こう理性的な音楽で聴きたくないよね。多分バイオリンでほら、まあそうか、泉さんは3歳だっけ始めたの、3歳から始めた人は違うと思うんだけど、例えばね、私が泉さんから、バイオリンを習うとすると、初めてはこういう形になってねとかね、それで、あ、この指をこう動かしてねとか、初めは考えないとできないよね、はい、このドの音はこうで、レの音はこうでって考えてやるっていうのは、これは前頭前野なんですよ。で、だん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 上手くなってくると、脳の中でそういったものが自動化されてきて、まあ、最終的にはもうそういうね、その指をどう動かしたらいいのかっていうのは、もう脳の中で自動的なプログラムができて、泉さんはもうできている。で、それをコントロールする、でもそこに乗せる感情っていうのがすごく大事、情動が大事になってくるんで、まあ、大脳辺縁系がすごく優位になってくる、まあ、その一日の中で割と後半っていうことに、まあ、いい演奏ができる時間帯がある。あるいは聴く人もやっぱりそれは大脳辺縁系で、まあ、情動を動かしているんで、よりこう感情が動きやすくなるっていうことなんですね。だから朝なんかに演奏しちゃうと、なんだこう指をこう動かしたらこの音が出て、指をこう動かしたらこの音が出てっていう、まあ、ど素人っていうかね初心者の演奏に近いような脳 の状態になってるってことですよね。そうだからね、そういう点では人間ってやっぱりね、多分音楽の世界ではおそらくそういった脳の機能がどう変遷するのかっていうことを考えて、そういう習慣が根付いたんではなくて、自然に やっぱり演奏会ね、夕方以降じゃないとなんかしっくりこないよねっていう、そういう感性でそういう、ね、習慣が根付いてきたと思うんですけど、これとね同じことがね飲み会でも言えるんですよ。飲み会宴会って朝やんないよね。やんないですね、だってね、例えば2時間宴会をやるとしてね、別に朝2時間宴会やって、はい、そこから仕事ってしても、別にまあ1日24時間は変わんないよね。まあそうですね、でもそんなことする人いないよね、はい、それはなぜかというと、午前中は理性の中枢前頭前野が優位になってるんで楽しくない。で、お酒も効きにくいというかね、お酒飲んでも、まあ、脳が抵抗しちゃうから、で、夜になってくると前頭前野がほっといたってだんだん麻痺をしてくる上に、アルコールの力で前頭前野をさらに麻痺をさすということをしてるんで、だから人間の24時間の周期と、それからお酒を飲んで、前頭前野、理性の中枢をより働かなくするというのが、この生理的にぴったり合ってるわけですよ。これもよくできてるなっていうね、というようなお話をして、またちょっと受験室から外れちゃったんだけど、さあ、泉さんから、さあ、いつもで、ちょっといじめてるような感じになって申し訳ないんだけど、自己 PR。 この間も話した通り、はい、ラスト1年、その4年生なので、最後の学年の大学生ですけど、まあ、有意義な1年にして、悔いのない学生生活を締めくくりたいと思います。今ね、脳で言うとね、理性の中枢、前頭前野だけで喋ってたね。泉さんのバイオリンは、大脳辺縁系のね、ここ情動の中枢に響いてくるんだけど、今の自己アピールは響いてこない。なんか抱負とかある？抱負。あ、そうそう、なんかあれだよね、そのほら、生徒募集とか言ってたよね。はい、どんな生徒さん募集しようか。それは小さい
子から大人の方までどんな、なんかこの曲が弾きたいかとかそういう理由でも全然いいので待ってます。おすすめは何歳ぐらいから弾かせるといいと思う？あ、もうそれは小さい方がいい。あ、小さい方がいい、はい、うん、それは何歳から？でも0歳は無理だね。0歳、でも2歳半から始めたっていう人は聞きますね、最短で。あ、なるほどね。でも3、4歳が多いですね、私の周りでは。やっぱり、そこ、本当にその、あの、なんていうかな、そのプロっていうか、その一流になろうと思ったらやっぱりそのぐらいからっていう。そうですね。そうだよね。これはね、その音楽にしてもね、フィギュアスケートにしても、この前ね、フィギュアスケートやってる人うちにいらっしゃったの、やっぱりあの本当に物心ついた時からっていうね、やっぱりさ、大変な世界でもやっぱりさね、あのお父さんお母さんに感謝しないとね。だって自分の意思じゃないもんね。でもやりたかったみたいですよ。ああそうなんだ。はい、なるほどね。まあ記憶はないですけど。やっぱりなんかそういうなんか本能的にそういうのもあったのかもね。はい、というね、ビッグな、演奏家になるその片鱗をね、受け止まったところで、さあ、この番組ね、最後は、泉さんの演奏を聞いてお別れしましょう。